いつもカーカーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はどんな動画になっているのかと言いますと、ひとまず運転席に座りまして、ハンドル左上にある4方向スイッチにご注目。上下いずれかのボタンでメニューの切り替え、ページの切り替えを行い、左右いずれかのボタンを押すとページを送ることができる機能といえば、まさにマルチインフォメーションディスプレイを見れるということですよね。でもマルチインフォメーションディスプレイって何？そんな皆さんにご紹介します。4方向スイッチのボタンで設定を選択し、左右いずれかのボタンを押して安全機能の PCS という項目に注目してください。今日は設定の安全機能の中からプリクラッシュセーフティーについて詳しく解説していきたいと思います。そもそもこの機能は何なのか。進路上の作動対象を車のセンサーで検出し、衝突の可能性が高いとシステムが判断した時、新型プリウスの車内で警報やブレーキ力を制御し、運転者の衝突回避操作を補助します。さらに衝突の可能性が高まったと判断する場合は、自動ブレーキを作動させ安全に運転をすることができます。そもそもプリクラッシュセーフティの作動対象とは何なのかを解説していきたいと思います。例えば車両、道を歩く歩行者であったり、バイクといった自動二輪車、さらに静止物の壁、そして自転車などを作動対象として指します。このプリクラッシュセーフティの機能はいくつかありますので、まとめて紹介します。まず一つ目は衝突警報。衝突の可能性が高いと判断した時、車内で警報音のピピピッと音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。対象物が車両であった場合は、衝突警報の一つとしてブレーキを緩める警告も行います。アクセルが強く踏み込まれているとシステムが判断した場合は、ご覧の通りトゥデシメスアイコンとメッセージがマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。2つ目の機能、プリクラッシュブレーキアシストは、運転者のブレーキ操作で不足しているブレーキ力を増強する機能です。衝突の可能性が高いとシステムが判断した場合、なんとブレーキが自動でかかり、衝突回避を支援するプリクラッシュブレーキという機能も備わっています。衝突被害の低減に寄与してくれるとても重要な機能になっています。例えば衝突する可能性が高く、自社線内に回避するための十分なスペースがある場合、運転者の回避操舵があった、これらの条件を満たすと操舵支援を行い、車両の安定性を確保する緊急時操舵支援という機能も備わっています。さらに右左折をしている場合に、横断する歩行者や自転車をシステムが検出した時や、交差点で右折をしている時、対向車の進路を横切ることありますよね。こういった場合に衝突の可能性が高いと判断されると、交差点衝突回避支援が作動します。また交差点など接近する車両や自動二輪車との衝突の可能性がある場合、出会い頭車両との交差点の衝突回避を支援するという機能も備わっているんです。低速走行時にアクセルペダルを強く踏み込み、衝突の可能性があるとシステムが判断した時は、ハイブリッドシステムの出力を抑制し、弱いブレーキをかけることで加速を抑制する低速時加速抑制という機能があります。続いて各機能が作動する条件をまとめました。まず衝突警報についてです。衝突警報が作動する作動速度を表にまとめていますのでご覧ください。検知する作動対象によって自社の速度、相対する速度が異なっています。ちなみに衝突警報が作動しているとき、ハンドルを大きく操作したり素早く操作した場合は、衝突警報が解除される場合がありますのでご注意ください。続いてプリクラッシュブレーキアシストについてです。プリクラッシュブレーキアシストが作動する作動対象と作動速度をまとめています。自社の速度が30キロを超えるとプリクラッシュブレーキアシストが作動する速度を満たしています。続いてプリクラッシュブレーキが作動する作動対象と作動速度を表にまとめています。各機能によって
作動する速度が微妙に違うのが分かりますか？もう一度振り返ってみたい方は動画を巻き戻してみてご覧ください。ちなみにこのプリクラッシュブレーキが作動している最中にハンドルを大きく操作したりハンドルを素早く操作するなどといった行動を車内で取りますとこのプリクラッシュブレーキが作動解除される場合がありますのでお気をつけください。続いては緊急時操舵支援についてです。緊急時操舵支援が作動する自社の速度、相対する速度、作動対象をまとめています。この緊急時操舵支援についてですが、例えば方向指示灯などを点滅させているときは緊急時操舵支援は作動しません。さらに緊急時操舵支援が作動しているときにアクセルペダルやブレーキペダルを踏み込んだ場合、皆さん気をつけていただきたいんですけども、こういった操作をしていたりまたはハンドルの操作を大きく素早く操作した場合は緊急時操舵支援の作動が解除される場合があります。皆様もぜひ覚えておいた方がいいと思いますのでご参考までに。続いて右左折の場合の交差点衝突回避支援についてです。交差点衝突回避支援が作動する各作動対象、時差速度、対向車速度、相対速度をまとめていますが、方向指示灯が点滅していない場合はこの支援は作動しません。続いては出合い頭車両の場合の交差点衝突回避支援についてです。車に全速報レーダーが装着されている車の場合の作動する作動速度、こちらになります。続いて自社の全速報にレーダーが装着されていない車の場合の作動速度になります。交差点衝突回避支援は相手の車速度が自社の速度以下の場合にしか作動しません。皆様もぜひ覚えておいてください。続いて低速時加速抑制が作動する作動条件についてご紹介します。低速時加速抑制が作動する各作動対象と作動速度についてまとめています。方向指示灯が点滅しているときはこの機能は作動しませんのでご注意ください。またアクセルペダルを離したりハンドルを大きく操作したりハンドルを素早く操作するなどといったものを操作した場合、この低速時加速抑制の作動は解除されます。ぜひ注意して運転をしてくださいね。また衝突の可能性が低くても PCS が作動する恐れがある場合をまとめました。作動対象のすぐそばを自社が通過するときであったり、車線を変更し作動対象、車両や歩行者といったものを追い越すとき、車両歩行者といった作動対象に自社が急接近した場合、道路脇の作動対象やガードレール、電柱、木といった物体に近づいた時、カーブ入り口の道路脇に作動対象や物体が存在している時、車線変更や右左折をしている作動対象を自社が追い抜くといった状況であった時、右左折待ちの作動対象などと自社がすれ違うといった状況が挙げられます。他にも作動対象が自社の進路内に入る手前で停止または進路変更した時、道路の上の部分に物体、道路標識や看板といったものがある場所を走行している時、 ETC ゲートや駐車場ゲートといった開閉バーに接近をした時、交差点内で右折をしている途中、対向車が右折をしている時、または左折をする時、対向車の進路に接近するようにハンドルを自社で操作をした時といった状況も挙げられます。または道路の上または下に移動するものがある時といった状況が挙げられます。続いて PCS が正しく作動しない恐れがある時についてもまとめてみましたのでご紹介します。まず自社に向かって車両、自転車といった作動対象が近づいてくるとき、自社や作動対象が実際にふらついているときといった状況です。
また作動対象が急な動きをした場合、他にも作動対象に急接近をした場合、自社の情報に構造物がある場所の下に作動対象がいるときといった状況が挙げられます。また作動対象の一部が大きな荷物、傘といった他のもので隠れているとき、太陽光などの強い光を反射しているとき、歩行者や車両、自転車といった作動対象が複数に重なっているとき、こちらも状況として挙げられます。作動対象の色合いや明るさが自然の背景に溶け込んでいる場合も検知しにくいです。作動対象が割り込んできたり飛び出してきたりしたとき、斜めを向いている前方車両に近づいたとき、衝突の可能性が低くても作動する恐れがあります。歩行者や自転車の大きさがおよそ1メートル以下または2メートル以上ある場合、歩行者や自転車の全身の輪郭が曖昧な時、レインコートやロングスカートを着用している場合です。また歩行者が前かがみになっていたりしゃがんでいる場合も挙げられます。歩行者や自転車の移動速度が普通に通常と比べて速い時、歩行者がベビーカーや車椅子、自転車などを押している時、車が右左折をしている時、および右左折後の数秒間もシステムが作動する恐れがあります。また自社がカーブを走行中およびカーブを曲がり切ってからの数秒間、こちらも注意してください。交差点で出会い頭に大型トラックや牽引トレーラーなど全長の長い車両が接近してくるとき、右左折の最中に歩行者や自転車が自社の後方から追い抜くように前方に出てくるとき、最後にプリクラッシュセーフティを使用する方法についてご説明したいと思います。運転席に乗り込んでもらい、ハンドルの左上の4方向スイッチに注目、いずれかのボタンを押してマルチインフォメーションディスプレイを見ることができます。マルチインフォメーションディスプレイとは、4方向スイッチ上下のボタンで設定を選択、左右のボタンで PCS を選択しておきましょう。警報のタイミングを3段階から設定することができるので、ハンドルのスイッチ OK ボタンで切り替えてください。プリクラッシュセーフティのオンオフを切り替える場合は OK ボタンを押して切り替えることができます。 PCS をオフにした場合、左側で警告灯が点灯しメッセージが表示されます。ちなみにこの PCS はエンジン停止後パワースイッチを再度オンにすると自動で PCS の機能はオンに戻ります。警報のタイミング遅いを選択すると緊急時操舵支援がほとんどの場合作動しませんのでご注意ください。新型プリウス安全機能の一つ PCS、 いかがでしたか？もしもの時必ず私たちを守ってくれる機能なので活用しない手はありませんよ。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もたくさん動画出しますので、チャンネル登録・高評価、各 SNS フォローも概要欄のリンクからお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。